東京八王子トレインズの0番フォワードの浅野貴文です。今日は夜の子供の明るい夢を読ませていただきます。夜の子供の明るい夢。目をつむってごらん。夜が夢で明るいよ。夢はゆらゆら揺れながら、誰かが寝るのを待っている。目をつむってみたら、おいしい夢が待っていた。夢を食べて夢を飲んで、夜の子供は夢うつつ。目をつむったままで、夜の子供は海へ行く。夢のクラゲが揺れている。夢のクジラが歌ってる。夜のお布団暖かい。海もうとうと眠ってる。森もスースー夢見てる。おやすみ朝まで明日まで。今日は夜の子供の明るい夢を読ませていただきました。ぜひお子さんにも読んであげてください。